平本蓮です。いやおいやお中村慎介でした。はい、あれ失礼しました。平本さん、ちょっといきなりなんですけど、はい、グローブライジンじゃないんですね。すいません、ちょっと将来を見据えてUFC のグローブです。さすが、将来ね、はい、結局戦うことになるんで、はい、そうですね、公言されてますよね。はい、平本さん、今日はなんですけど、はい、ちょっと今回呼び出された形になるんですけど、どうしたんですか。この間対戦相手 X を広く公募しました。はい、で X 決まりました。決まりました。とんでもない方が来てくれましたね。はい、コメントでは、はい、どうせ吉本芸人だろうみたいな。そう、あと、シルエットからアーセンだろアーセンのシルエット使ったでしょアーセン、あれはそうですね、本家のやつですね。アーセンのアーセンのシルエット使ったらすぐバレちゃったアーセン来んの、アーセン来んのってなってた。はい、はい、アーセンさんじゃないんですか。アーセンさんじゃない。ええー、けどもとんでもない大物が来てくれました。それではコラボ相手 X、 この方です。やばいだろ。やばい。やばい。ちょっと待ってください。やばい。本物平物ね。すごっ。お願いします。マジやばいでしょ。こんなことあるんですか。あ、みんなふざけてると思ったでしょ。平本蓮を呼んでいましたよ。平本蓮さんを呼んじゃったってことは、はい、あなたは誰なんですか。平本蓮です。平本蓮です。はい、平本蓮も平本蓮モノマネ第一人者としてご本人ともう会えるなんて嬉しい。今日はよろしくお願いします。いや、お願いします。お願いします。すごっ。モノマネしてもらったのがちょうど年末。年末、はい、年末。すごい嬉しかったですね。そう、あの写真、あれをモノマネしたとこを佐藤大輔さんがすぐ撮って平本蓮に送るわって送ってそう、いや、めちゃくちゃ嬉しかったですね。はい、やっぱこうなんですよ、本当子供の頃からテレビで見てた人じゃないですか。お笑い芸人っていう、僕お笑いがすごいやっぱそれ好きなんで、あのいや、モノマネっていうかネタで使ってもマジでもう要は上がってきたし、もう証じゃないですか。なんかめちゃくちゃ嬉しかったっすね。うわ嬉しい。うわすごい、マジで嬉しかったっす。このタトゥーはどうですか。いや、もうクオリティ高いっすよ。で、あれ、そう、あの佐藤大輔さんに送ってもらって、うん、あの家族のグループに送ったら、家族がみんな喜んでたんで、なんか、やっぱ、ありがとうございますっていう感じでしかないです。ちょうど、ね、ご家族、ね、ブルーハーツ好きな、あ、そうですね、はい、あのブルーハーツのカバーも調子したんですよ。クイズ正解1年後っていう番組で、はい、ぜひちょっと進めといてください。あ、わかりました。嬉しい、これは。ほんで、あのモノマネしてからやっぱりもうさらにこう最近はSNS 界隈でさらに盛り上がってきてるんで。そうですね、まあ、さっきは平本さんじゃない方とになって、はい、そうもうすでにバズってますもんね。バズった。え、 5分で何十万、何十万って見られたんですよ、ね、まだ1時間経ってないですけど、もう30万以上見られた。すごい、これは注目、大注目っていうことですよ、大注目人物っていうことだよ。いや、ほんと、そうですね、はい、ちょうどいいタイミングで、うん、コラボできたらそう、まさかの、ほんとに思わぬボーナスだったんで。いや、嬉しい。これはもう、どっからしかないという。こっちこそですよ、ほんとこっちこそですよ、はい、嬉しいっすね。嬉しい。ちなみに、はい、今回なんですけど、X と何するかっていうと、はい、まあ、平本さんせっかく来てもらったんで、はい、RG さんのチャンネルなんですけど、平本さん今度の試合の勝敗予想って、はいはいはい、せっかく本人来てくれたんで、本人を交えて勝敗予想。ああ、はい、なるほど、これは貴重ですよ。はい、今度の試合が斉藤豊さんですね。斉藤豊さんと、はい、で、まあ、こっちの平本さんは打撃の塩漬けって言ってたんですけど、はいはい、また打撃の塩漬けかますのかなっていうのは、いや、今回は、はい、真面目な話すると、うん、こう
前回やっぱ足が骨折してて蹴りが打てない状況だったんですけど、うん、今回やっぱりあの蹴りが今度蹴れるんで、うん、あの自分からどんどん遠い距離から展開作れるんで、うん、まあ、KO を狙ってやっぱ盛り上げようかなっていう。うわうわなんですけど、いいですかこんなに言ってもらって。いや本当に倒しに行くって、まあ倒しに行くって、うん、相手が知ってても知らなくても必ず。いや結構有言実行なことを、ね、はい、見てるから。いやこの間も2ラウンドギリギリで KO するっていうね、メイウェザー戦再現みたいなのもあったから、はい、なんかそうなんですよ。あのエキシビジョンであのちょっと、ね、体重も一回避より下があったんで、あんまり1ラウンド目からガンガンこう倒しに行くのもなんかちょっと、うん、違うなっていうのがあったんで、うん、なんかこうエキシなのになんか冷めるなと思ったんで、うん、ちょうどあの朝倉未来がメイウェザーに6分ぴったり、今3分、2ラウンド目にあのしっかりあの伸ばされてるじゃないですか、うん、あれをちょっと再現しようかなって。いやー、まあ、要は要するにブザービートというか、ブザー、はい、バスケのブザービート、時間計算してなんとなくこのぐらいかなみたいな。ブザービートぴったりブザービートにしてよかったです。すげえ、書くときにブザービートとかあんの？できるんだっていうね。うん、僕もう一個気になったんが、はい、やっぱ梅野さんのスニーカー、はいはいはい、エアバックスモンド、ね、試合選手中央へってこう、うん、集まった時に、あのこう僕基本試合前なら選手中央へっていうのでこう何ですか、相手はあんま見ないというか、そのパッて見てそこで集中するのがいつも気合入るんですけど、パッて見てシュッて普通にあのエアマックス97かなんかのソールがベイパーマックスになって、一番バウンスしそうな、あ絶対ボクシングやるときに履いちゃいけないような臭いで、俺もう笑いそうになっちゃってでも多分もう試合の多分集中力って、うん、そこで笑っちゃったら、うん、一気に切れちゃうんで、これ絶対一回も笑っちゃダメだ。一回でも笑ったら笑い止まんなくなると思って。我慢したの。いや本当に結構めちゃくちゃ我慢しました。僕結構あのなんていうんですかね、あの特徴のある笑い方をしちゃうというか、結構声がでかいんで、うんうん、だからもう本当にそこ結構もう見ないようにしようと。でもあれエアマックスだよな。でも確認したくなかったです、うんうん、確認してやばくたら絶対笑うと思って、うんうん、足あんまり見ないようにしてやりました、ね、だってなんたらもっと、はい、セコンドもちょっと面白かったわけじゃないですか、はい、しかも、はい、そうそう、あの上野源氏こうエアマックスに、うん、あの白い靴下履いてると思わせて、うん、あの素足にテーピング巻いてるだけなんですよ。そうそうそう、そこまで見てた。テーピング巻いて素足で靴履いててさすがだなというか、やっぱそう、すごい、すごい人だなと。で、あ、素足履いたのをプレゼントするって言ったんですよ。あ、みたいですか。すげえっすよ。あ、じゃあもうがっちり汗が染み込んだやつ。いや、でも俺は、はい、でも見逃さなかったですよ。レンレンの、トラビスカスタムのレスリングシューズ。はい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 、あれマジすげえかっけえと思いました。なんか知り合いに作ってもらって、トラビスコットを、うん、あの冗談でやってもらったんですけど。ね。なんか、大人になってボクシングで試合すると思ってなかったんで、うん、やっぱボクシングはああいう華やかさがあっていいですよね。あったな、すげえあった。いやー、そうそう、だから ある意味トラビス・スコット対エアマックスでナイキ対決だったっていうねのはすげえ感じ。金額だいぶ差ありそうですね。金額はね、まあ、いやいや、でもスニーカーは全部等しいね、全部平等だけど、うん、でもう一個気になるやっぱね、はい、滝行ね滝行ね滝行やばかったですよ。滝行マジできつかったっすね。きつかった、何のためにやってるんだろうってやるぐらい本当にきつかったっすね。めちゃくちゃもうこれ何ですか、川の、あ、川っていうか滝のこの下の要は岩場が、うん、もう氷がこうまとってるんですよ。えだからつららみたいなのがめちゃくちゃ滑るんですよ、うん、でそこに立つともっと冷たくて。そうか、足の裏から冷たいんだ、はい、あでもまあいい経験になりました。まあでも、ボディとかでダウンするやつは
滝行をやってないやつ、やった方がいいんで、はい、ボディでダウンするやつっているんだみたいな、あそういう感じなんで、生涯試合でもうアマチュアの時からボディとかローでダウンしたことないです。いやー滝行やるとボディやるやつは、はい、気持ちの問題だと、ね、はい、ああすげえ、アンポルギアとか売ってるんで指導の打たれ弱いんで、アンポルギア選手もちょっとあのやっぱりなんか SNS でいろいろやっても、はい、なんか同じ飯を行った仲だからって言ってなんか言ってましたけど、そうなんですか、全然同じ飯食いたくないです